こんばんは、ミルクティー飲みたいです。今日の、ニコニコチャンネルミルクティーの裏側の世界第7回、スペシャルなゲストにお越しいただいてます。怪談家のアミさんです。よろしくお願いします。アミと申します。そうですね、一応なんか怪談をね、喋る怪談アミゴっていう YouTube と、あとレイと話すと書いて心霊スポットで怪談を喋ってるレイワっていうチャンネルがあるんですけども、現場で喋る怪談はめちゃめちゃ怖いですね。もう4年ぐらいの付き合い。そうですね、なんだかんだで4年ぐらいしますね。そうですね、共通の知り合いがいてっていうところで、最初も第2の稲川淳二が来るぞって言われていつもいろんな怪談のお話してくださるんで、まあ、今日もねちょっと楽しみにしたいなと思うんですけれども、まさか、ね、はい、まあ、早速行っちゃいますか。はい、そうですね、せっかくなんでちょっとねおしゃべりさせていただいた方が怪談の人なんだなって分かりやすいんじゃないかなと。本物中の本物の怪談をねみんな楽しみにして寒くなってもらいたい。そうですね、で、結構ねいろんなお話を集めてたりはするんですけど、とある田舎の方にある大きな池なんですよ。歩いてどんくらいですかね、多分15分ぐらいあれば回りきるぐらいの池なんです。その周りっていうのがもうもっと昔、時代が時代だった時に農村地帯だったらしくて、ただこれちょっと厄介だったのが、その池がたびたび溢れ出てしまいまして、水害というか農作物が全然ダメになってしまうみたいなことがあったらしいんですよ。はい、でこれ結構まずいなってなって、その村の人たちが今でいう堤防じゃないですけど、柵みたいな感じで囲おうと思って土を盛ったりして、はい、いろいろするんですけども、またそれが決壊してしまって流れ出てしまって、その時にたまたまその旅の僧侶が通りかかりまして、はい、その方女性の僧侶さんだったんで、まあ、二僧って呼ばれてたりするんですけど、その二僧の方にちょっとご相談をしてみようって思って村の方々で相談したんですって。はい、いや、ここは人柱をした方がいいですと。そしたらもう崩れることはなくなりますって提案されたんですけど、ちっちゃい村ですから、うわ誰をどうしようってなって、そんなのね選べない、困ったな、結果たまたま通りがかりだったその二層さん本人を埋めることにしたんです。実際にその二層さんを本当に埋めてしまいまして、もう周りをしっかり固めたら、本当にものの見事にそれ以来全く池から水があふれなくなったんですよね。で村はしっかりと農作物も育ち順調にとなってたんですけど、その代わりなのか、その池に心霊の噂が出始めるんです。池を夜パッと見ると、池の水の上を女性が歩いてるとか、村の女性が何人も飛び込み自殺しちゃってるんですよ、その池に。もういつしかそれはあの埋めてしまった二層の呪いなんじゃないかっていう話になってしまって、今ではちょっともうあの池誰も近づかないんですよみたいな池があったんですけども、それ今も現存するんですよ、山奥なんですけど、まあ、田舎とはいえ近くに町もあって住宅地もあるので、肝試しにちょうどいい場所なんですよ。ノリで行ったらしいんです、その時も若い人が、男女で5人組って言ってたかな、なんか夜中に行ったらしいんですよ。で夜中に行って、で彼はですね、まあ、怖いのそんな得意じゃなかったけど、軽いノリで行ったらしいんです。実際に夜行ったらもう山々に囲まれてることもあって真っ暗なんですよ。でもまあもちろん令和の世の中ですから、池の周りもちゃんと柵もあったりとか、道路も舗装されてるし、まあ、ちゃんとしたところではあるんですけども、夜行くと異様 でそんな中池の周りを歩き始めるわけですよ。やっぱりあの池の周り歩いてるだけでも、僕らみたいに普段から都市伝説な階段やってれば多少免疫あるかもしれないですけど、普通の方からするともう歩いてるだけで怖いわけです。怖いですね。で途中でね、まあ、ふざけてなんか肩叩いたりとかするじゃないですか。やりますね。あれをやりながら回ってうわーいとかいう、それで十分だったんですよ。でもなんだかんだで10分15分かけて歩き終わったら、思ってたより早く終わってしまう行事じゃないですか。まあ15分ですね。で考えたら怖いなと思いながらも、池のほとりでね、なんか世間話が始まったんですよ。で5人が5人喋り出してですね、彼はちょうど池を背にした状態で、この池の手前に柵みたいなのがあるんですけど、これはねちょうど腰の高さぐらいだったんで、そこにちょっとあのもたれかかる感じで、こう、まあ、みんなで喋ってたんです。で、まあ、目の前には4人いて、自分は絶対池を背にしてるはずなのに、みたいな聞こえた気がしたんですよ。
へっと思ってびっくりしてパッと振り返ったんですよ。そしたら別に誰もいないです、もちろん、うんうん、でなんかポチャンって音だけがしてる、うん、あ、そうだよな、後ろから話しかけられるわけないよなと思って、うん、でパッと前を向くと、まあ、こうこうこうで、あ、そうなんだよねみたいなこと言ってると、また後ろからなんみたいなことをなんか 言われてるような気がして、はい、パッと思って、はい、後ろパッて見たんですよ、はい、でもなんかポチャンみたいな音がするだけで誰もいないですよ、はい、いやそりゃそうか、うん、え、何これって思いながら前をパッと見たんですよ。そしたら目の前にいた女の子とか、はい、男の子とか、はい、普通にわーって喋ってる、はい、その状態ではっきり聞こえたんですよ。今度はごめんなさいみたいな聞こえたんですよ。ごめんなさい、え、何って思いながら振り返るんですけど、はい、誰もいないわけですよ、はい、あれって思いながら前向いたら、うん、目の前でさっきまで明るく喋ってた女の子、はい、その子が急にこっちをチッと見ながら、はい、急に首を横にしだしたんですよ、はい、それ見て、え、何これ気持ち悪いと思ってたら、カカカカカカって来て自分の目の前までこう来たかと思うと、はい、ごめんなさい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 って繰り返しながら、びっくりしてる自分のところにうーって来て、そのままごめんなさいごめんなさいって言いながら柵を乗り越えて、はい、ザバーンって入っちゃったんですよ、4人が4人、うん、えってなってあっけに取られちゃったから、はい、もうびっくりして誰も助けに入らなかったんですよね、はいはい、そしたらその子はごめんなさいって言いながら、はい、この中手足をバタバタするでもなくごめんなさいって言いながらそのままスーッと中に入ってっちゃったから、はい、その時に、まあ、仲間内の男の子が一人、うわやばいみたいなことを言い出して、はい、中にドボーンって入ってその子を抱え上げて、はい、とりあえずあの水面、はい、ザッバーって出たんですよ、はい、だその子がザッバーと出たと同時に、はい、いくつもの知らない顔が一緒にザッバーン、ザッバーン、ザッバーンって上がってきたらしいですね、はい、でもうあまりに怖くてそのまま外に出して、はい、とりあえず本当に救急車を呼ぶみたいな事態になって実際に病院にも運んでみたいな大事になったんで、はい、もしかしたらその2層の呪いなのかそれって、はい、今も、続いてるんじゃないかというお話です。うわぁ、怖っ、ちょっと行ってみたくなったでしょう。あ、行きたいけど行きたくないな。よく全然もちょっとすごい怖い、本当はあんま行きたくないタイプなんですよ。ミルクティーさんの配信じゃなかったら離脱したい。いてください。皆さんいてください。もう怖いこと言わない。意外と都市伝説好きの人って階段にめちゃめちゃ弱い。また違いますからね。全然違う。まあでもあんま遊び半分ではね行かない方がいい。まあ遊び半分絶対ダメですね。ミルクティーさん霊感あるのかな。僕はまあなんか、うん、直接見えるとかではないんですけど、なんかその人の雰囲気とか、うん、その場所土地とか建物ごとの、うん、そういう雰囲気が分かるっていうので、僕最近になってそういう土地について興味を持ち出しまして、うん、でその時にそれは昔すごいそういう話で面白い話聞いたなっていうのがあって、居座りコロポックさんっていう、今の方はほとんど知らないのかな、若い方は知らないと思うんですけど、うん、ちょっと僕は、ね、知ってるんですよね。そう、亜美さんは名前をご存知ということで、いみちってご存知ですか。いみち、そうですね、はいはい、意味嫌われてる土地というか、うん、まあなんか一家惨殺事件とかが起きて、うん、それがもう周りの人たちに知れ渡って、あそこ出るよ幽霊出るよって言われてるような場所、まあ、例えばそれでその遺体がその家の、まあ床下に埋められてたとか、うん、そういう場所が皆さんの、まあ、住んでいる家の近くにも、まあ、1個ぐらいはあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、その僕たち一般の人が思う意味地とプロの不動産屋さんたちが考えている意味地っていうのは実はちょっと違うと、うん、ほうほう、まあ、その意味地の意味って己の心って書いて意味地、うん、感じで言うと、はい、それはつまりまあ僕たちの何だろう先入観というか、あそこで誰か死んじゃったらしいよっていうのを聞いて怖いねっていうふうに思うのが僕たち一般的な感覚での意味地だと思うんですけれども、プロの不動産屋さんってそんなことなくて、やっぱり不動産の売買して、まあ、そうやってお金を稼ぐ人たちですから、まあ、そこで誰かが死んだとか、そういう物件が回ってきたとしても、どんな死に方したのとか、何があったの誰がって僕たちは気になるけど、彼らはそこバス停近いのとか、うん、駅近いのとか、大通り沿いなのかなとか、まあ、そんな気にするところは違うんですね、はい、
まあ、そういうところでしか、まあ、見てないわけですよね、うん、でもそういう方、まあそのまあ、短縮して K さんということで、まあ、K さんとその方が働いている会社の社長さんが口を揃えて、まあ、ダメだねって言った場所があるらしくて、うん、肌感でなんか現場に行って あダメだなっていう自分の直感を絶対信じた方がいいと思いますしね、はい、あと本当にダメな話なんじゃないですか、モニタートラブルになりましたよそうモニターが今おかしくなっちゃった、急に、はい、大丈夫かな、変な音鳴ってポロロンってなって、いやもう今日なんか電気もおかしいとかって、あそうなんかね、スタジオの照明もついたり消えたりしてるんです、はい、なんかアミさんが、絶対なんかありますよ最近なんか行く先々でそういうこと起きるんですよね、え、うん、僕なのかな、いやミルクさんでしょ、いや僕なんですかね、じゃんけんします、じゃんけんしますかじゃあ亜美さんの心霊写真、はい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 、楽しみにしてたんですけども、うん、まあ、対談って言ったらまあ心霊写真でしょうと、そうですね、いうことでちょっとあんまり最近ね心霊写真見る感じのなんか少ないですよね、機会なんか、はい、もう新しいやつ持ってきましたから、マジですか、楽しみにしてはね、はい、あの本当去年ぐらいかな、はい、新しくもらった写真があるんですよ、はい、でこの方は男性の方で、うん、もう奥さんもお子さんもいらっしゃる、ご両親が亡くなった、うん、その、次の年の一番最初のお盆を迎えた時に、うん、その時お盆でみんなで集まってたんで、子供たちもいるしで花火でもしようかってなったらしいんですよ、はい、せっかくなんで花火しようって言ってみんなでやっぱやるから写真も撮るじゃないですか、で iPhone でね写真撮ったりなんだりして子供はしゃいでたり、奥さんも一生懸命世話してたりしてるのもパンパンパンって撮ってる中でふとなんか奥さんの方に構えたらしいんですよ、はい、すると庭の向こうってもう林で囲まれちゃってるから、はい、光源いわゆるその光の出る源が全くないわけですよ、真っ暗なんですよ、はい、自分たちの見てる景色の向こう、なのに奥さんの手前ぐらいになんかその光るものがふわふわって飛んでたんですね、はい、でそれ iPhone の画面越しで見てて何だろうなと思ってパッて外して見たら何も飛んでないですよ、はい、あれと思ってもう一回 iPhone で構えて、そしたらこの液晶上ではふわふわって飛んでる白い玉みたいな、はい、まあ、今でいうあのよくオーブって呼ばれてる人じゃないですか、はい、ぽいものがなんかふわふわってしてるんですよ、うん、って思ったらそこに iPhone の四角マークがポンって、うん、あの 顔認証的なことなのかもしれないですけど、はい、四角マークがポンってその丸いものに行ったんですよ、はい、うん、うわびっくりしたと思って、うんうん、でもとりあえず撮ったんです、面白いから、はい、で写真見たら、うん、明らかにもう後ろ真っ暗で誰もいるはずないし、フラフラしてた白いものも肉眼では見えなかったのに、はい、撮れた写真には何かが写ってたんですよ、それをねちょっとご覧いただこうかと思います、子供の世話一生懸命してる奥さんの背中の後ろあたりの奥にご注目くださいという写真でございます、はい、ご覧ください、どうぞ、うわ、なんかもう、もう分かりますね、もう嫌な予感しかしない、これアップにしなくてももう分かるじゃないですか、もうそうですね、なんか、はい、まさかアップ、これちょっとねこの写真切り出したものなんで、はい、この左側の方でお子さんが遊んでたりとかなんだりしてるんですけど、はいはいはい、一応顔がね出ちゃうんでここだけ切り出してるんですけども、はい、さらにこれちょっと真ん中上あたり拡大してもらっていいですか、はい、そしてそこから上、いやもう、そうなんですよ、で人の顔のようにも見えるけど、はい、人ですかねこれっていう、なんかただの人じゃないような、なんだマジみたいな、ね、そうなんですよ、うん、で実際に肉眼では見えなかったはずなのに、はい、液晶を通すとなぜかこういうふうに映ったという、うん、そんな写真です、ありがとうございました、ありがとうございます、まあまあ、もしかしたらなんかその土地の、うん、なんかあるのかもしれないですね、伝説というか、ね、調べてみたらね、うん、まあ、でもまあおばあちゃんだったらいいですけど ね別に怖くないというか、うん、確かに会いに来てくれたんだとね、はい、はい、ということで、ぜひまだ会員じゃない方はチャンネル登録とかねしていただけたらと、そうですね、あとまあ僕もいろいろ活動してますので、オフィシャルウェブサイトチェックしていただけましたら、はい、僕がやってるニコ生だったり、YouTube なんかもございますので、はい、よろしくお願いします、ということで、前半ご視聴ありがとうございました、では有料に切り替えたいと思います、ではバイバーイ、消えてたんですよ、はい、今まで行った場所で、うん、ここあやばいわって思った場所で、うん、みたいな聞こえて、はい、めっちゃ怖くて、なんか珍しいな
そんなことないんだけど、ちょ、それは本当に電波に載せれないですけど、あのこれも本当に本当に話すとやばい話なんです大丈夫なんだろうかこの話して大丈夫なんだ、多分配信でしちゃダメな話なんですよね。